はい、皆さんこんにちは、みんなです。今日は牛タンを食べたいと思います。イエーイ。みんなは牛タンが大好きです。牛タンで有名な利久さんに来ました。今日は初めての利久の牛タンを食べてみたいと思います。早速入りましょう。はい、席に着きました。で、目の前でここで焼いてるカウンターでそのまま牛タンを炭火で焼いてる。あとなんかお店全体もなんかすごいいい匂いする。めっちゃうまそう。焼かれてるお肉のめっちゃいい匂いから、早めにメニューをチェックして早めに注文したいと思います。チェックします。うわ、うまそう。牛タン、お、めっちゃ厚切りじゃない？分厚。これお、極み定食。牛タン極み定食、もうこれでいいと思う。 OK、 じゃあそれにします。ちなみにここにもメニューがあって、飲み屋のクラフトビールプラスおつまみ。これもうまそう。この牛タン串3種盛り合わせ。あ、面白い。これめっちゃ美味しそう。レナつくね大好きじゃん。そう、こう黄身に入れてこうちょんちょんちょんに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 ょんちょんちょんちょんにょんにょんするのがいい。ドイツ人だよ。ソーセージがあるよ。本当だ、牛タンソーセージもある。牛タンソーセージはドイツに山見たことないと思うよ。あ、じゃあ人生初じゃん。人生初牛タン食べてみます。牛タンソーセージソーセージあれば食べたい。ということでビールも来ました。なんかクラフトビール、うわ、危な。何、こぼさないでくださいね、人のビールは。人のビール、あ、入れてくれるんですか社長が。これ私のビールじゃなくて。ありがとうございます。私のビールだと思って。社長がついてくれるということで。あ、なんか色が面白い。上手だと言って。ちなみに IPA のビールです。はい、半分泡です。50点半分泡になりました。ではでは乾杯。乾杯。香りがすっごい。飲むの。おお、本当だ。あ、めっちゃ美味しい。なんかジュースみたいな。ジュースみたいなビール。香りがすっごい。ジュースとビールが混ざったみたいな感じ。本当に美味しい。ごくごくいきますね。人のビールです。人のビールじゃない。人のビールです。2人のビールだよ。あ、2人のビール。2人のビール。あ、そう、俺のものはレナのもの。そう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 。はいはい、ようやく分かってきました。あ、はい、よかった。これはちなみにリクがなんかいくつかの種類のクラフトビールを作ってるらしい。作ってるらしい。ちなみに定食の佃煮。佃煮って何？カニ。佃煮。カニ。そうそうそう。カニの底で作る。俺も説明できません。佃煮、調べてテロップで入れておきます。佃煮とは。バカが本当に下手な日本人だよ。佃煮を説明できる日本人なかなかいないよ。お肉、お肉だね。冷たい。お、ピリ辛。あ、ピリ辛、美味しい。来ました。うまそう。はい、ということで、もうこれがすごいよ。真ん中にほのかにピンクになってるのが完璧に味で焼いてくれたのがめっちゃ美味しそう。皆さん、レナの日本語気づきました？何がダメ？いやいや、すごいなと思って。あ、褒めてくれたね。真ん中がほのかにピンクって言ったよね。言いましたよ。そんな表現できるようになりました。できるようになりました。ほのかにって使えるんだね。今俺感動したわ。もうピンク、私もほのかにピンクになりますよ。嬉しくて。そんな褒められ嬉しくて。レナの日本語は日々成長してます。はい、ということで、うまそうだね、マジで。もう本当に美味しそうだよ。しかも麦飯大盛りです。社長さん大盛りです。違うよ。レナが普通でいいって言ってたよ。タカが、いや、大盛りにしますって言ったの。あとこれね、あのとろろ、これ牛タンと言ったらね、とろろ飯だから。なんでなの。これはね、わかんない。昔からでもそう、麦飯ととろろで牛タンを食べるっていうのが。ディップするわけでもないでしょ。じゃない、じゃない、じゃない。なんで、まあ、レナはとろろあんま好きじゃないからね。ね、俺が食べます。まずはそのままで食べます。本当にこの分厚さ、わかりますか。牛急に牛タン食べて牛になった。面白い人だね。これは最高に美味しい。まあ、牛タンは食感が全てだと思うけど、このカリカリの外に焼いた感じの香りがめっちゃいい。あ、じゃあ焼き加減抜群ってこと。あ、じゃあ外カリカリ、中ジューシーって感じ。うん、日本人は本当にその食感が大事だよね。食感大事。牛タンが日本で人気になってるのが、その牛タン自体の食感がいいからでしょ。そして麦飯。うん、アイスがいいね。うん、パクパクいくよね。俺はこれを見越して大盛りにしたんです、社長さん。あ、そうなの。はい、また3口目いくね。いや、大盛りだから魚食べないと。
めっちゃ美味しい。ちなみに辛味噌というか味噌っぽいのがついてるね。辛いから気をつけてくださいって言った。ちょっとさらに美味しくなったから。辛い、うん、あでもちょうどいいから。あ辛い辛いあでも美味しい。あ辛い、口からファイヤーしてます。美味しい辛い美味しい辛い、うん、すかさずご飯を、うん、ご飯も美味しいよね麦飯ってね。他にあんまり出てないよね麦飯。麦飯食べるタイミングって牛タンぐらいしかないんじゃない。あどっちが好き、辛味噌漬けか普通のノーマルの牛タンか。あでも両方めっちゃ美味しい。両方好き、両方食べて全部食べたいってやつね。はい、ちなみにね、ここにね、間にキャベツ漬物だね、これ。うん、おいしい。んん、ドイツのザワークラウトみたいな感じ。うん、ザワークラウトみたいな感じじゃないけど、おいしい。おお、パクパクいくよ。間に食べるものだけどね。もうメインディッシュかのように食べるよ。量見て。もりもりだね。いや、普通の漬物、これぐらいでしょ、定食に出るのが。あ、そうだね、2、3切れ。ここはもりもり。めっちゃいい。ちなみにね、スープもあるからね。牛タンスープかな。うわ、透明。これなんかすごい、なんというかな、もうリラックスできるような味。リラックス効果があります。ほんとうまそうに食うね。こう、あーじゃなくて、あこうリラックスで、わー。出汁は感じる？めっちゃもう出汁しか感じてないよ。バカジタじゃなくてよかった。お湯の味しかしないかなと思って。だったらそんなにリラックス効果がないよ。はい。ああ。あ牛タンがさ味が濃いじゃん。で逆にこれすごいさっぱりしててバランスがいいかもね。だからこれ食べれるのかな。食べれないんじゃない。食べようと思ってます。同じじゃない。食べようと思ってます。気をつけて歯折れないように。歯、お歯に対して歯と答えるさすがねえ、ほんまないどうしたらした自分の親父ギャグ言っといて。私も親父ギャグって気づいてなかったよ。これ私のせいじゃないよ。あ、そうなの。タカも私の悪い影響を与えてるかもしれないよ。レナのすごい低レベルな親父ギャグを毎日聞かされて俺にも映ってきたかもしれない、うん、そういうこと。ソーセージ盛り合わせが来ました。3種類ってチーズと柚子とネギ。牛タンソーセージって俺人生初かもしれない。人生初、日本人だけど人生初。じゃあユズから。それユズだね、多分長い、めちゃくちゃ長い、ね、日本のウィンナーとかはこれ3つぐらいでしょ。そうだね、シャウエッセンとかだったらドイツのウィンナーでも2つぐらいはあるよ。うん、パリパリ、おー、ユズ、うん、初牛タンソーセージなんだけど、グッドです。じゃあ次はネギ牛タンソーセージ。これもまた、これも長い。うん、もう全然違う、ジューシー。さっきのこっちの柚子とネギは全然ちゃう、うん、ジューシーな、なんかハーブの、うん、さっぱりし、うん、迷っております。迷っております。ちょっとジューシー言って説明して。あ、うまっ。うわ、ほんとだ、うん、全然違う。言って。噛んだ時の、ジューシーさが全然違う。肉汁がこうブワーって口の中に広がる感じがする。なんでだろうね、同じ牛タンなのに。あ、でも後からネギが来るからさっぱりしてるわ。うん、ちょっとマスタードもあったからちょっとつけてみて。これちなみにさ、ドイツ人もさ、はい、マスタードにソーセージつけるの、日本人だけマスタードにつけるの。いや、一緒、バンコク共通。マスタードか、日本人ケチャップか。ケチャップか。あ、一緒。あ、じゃあドイツも日本も一緒だ。うん、あ、これも美味しい。美味しいけど、なんかそのままの味の方が、なんかこう、これ自体が味わえられるから。あ、マスタードなしの。マスタードいらない。そうそう、美味しい、本当に美味しい。歯切れもめっちゃいい、見た。そうだね、今、プリンプリンって見えたの。本当にプリンプリンだよ。あ、辛味噌ちょっとだけね。確かに、気をつけた方がいいね。本当に辛いから、後から来る辛さだ。もう本当にその焼き肉とかでめちゃめちゃ細い牛タン食べるでしょ、うん、ああそうだね。この厚切りの良さめっちゃ感じてる。本当に美味しい。確かに焼肉ではこの分厚さ食べれないもんね、この厚さ。なんで？値段が高いからじゃない。これを焼肉で出したらさ、一皿 2,3,000 円するってことでしょ。なかなか頼めないんだね。でも10枚とか出るでしょ、うん、出る。それは3枚の3倍ぐらいの厚さで出した方が美味しいんじゃない。ああ確かにね、そういうのもありだね。
提案です。あらら、来ました。すごくないこれ、牛タンつくね。このサイズとか、ちょっと待って、見てでかいよ。五平餅みたいな。名古屋岐阜で有名な五平餅に似てるね。大きさが絶対うまいやつや。絶対うまいやつ。うん、やばっ怖めっちゃ美味しい。香りがいいし、食感がいいし、クリーミーさがいいし、ソースの甘さもいいし。やば、一瞬でペロリといきました。30秒でなくなりました。あの卵が残ってるのがちょっと。ちなみにね、チーズソーセージも残ってました。これがザ・ジャーマンサイズだよ。お箸で食べれない、ね、この太さね。諦めです。手で食べます。うまそう。チーズが入ってるらしいよ。めっちゃ美味しい。あ、甘すだろ。でかっ、ソーセージ聞こえた、パリッてのが聞こえた。いってみよう。あ、マスタードなしのノーマルチーズソーセージ、チーズのあれの、食感はちなみにさ、パリッとしてんだよね、めっちゃパリッとしてる。ちなみにドイツのソーセージのさ、食感はさ、そんなにパリッとしてないじゃん。ソーセージによりますよ。あ、そうなの。イエス。日本のソーセージってさ、パリッとしたソーセージもあれば、パリッとしてないソーセージもあります。あ、じゃあ俺があのパリッとしてないソーセージばっか食べてたって感じ。ではない。あとは焼きソーセージはちゃんと焼かれている。あ、カリカリね。レナ社長はね、ソーセージの焼き加減にうるさいからね。すごいうるさい。いや、カリカリに焼かないと怒るからね。はい、怒りますよ。最後デザートです。抹茶だね、多分。クリーム大福。あ、抹茶じゃないわ、周りが。伊達茶。抹茶。伊達、伊達、伊達茶。伊達じゃない。伊達、伊達茶。伊達、伊達、伊達。うまそう。一個しかないね。あ、難しいところですね。うわ、もちもち。お、苦い。お、苦い。あ、甘い。お、美味しい。こんな感じ。さっぱり系。あんことクリームが入ってて、外はお茶のパウダーの苦さがあるから、ね、バランスめっちゃいい。はい、食べていいの。はい、うん、怖っ、画面で怖っ、うまっ。美味しいよね。うん、絶妙なうまさ。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでお会計のお時間でございます。何、私が払うよっていうグーグー私が払うよっていうグーごちそうさまでした。最初はグーのグーだよ。あ、そうだ、私が払いますっていうあの気合じゃなくてじゃなくて心の準備いいですか。男気じゃんけん、それか負けた方が払うじゃんけん。負けた方が払うじゃんけん。レナがいつも負ける。いつも負けた方が払うようにするね。最初はグーじゃんけん。信じられない。はい、レナ今ね何連敗してるか分かんないけど、もう動画皆さん見直してください。本当にじゃんけんで勝ったないかもしれない。じゃあ気持ちよくごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。社長さん、うん、7000円でした。お、ごちそうさまでした。はい、たかちゃん、何ですか。パフェ、デザート。パフェ、さっきのがこれだったよ。ちなみに今ね、名古屋駅のゲートタワーにいて、ここいっぱいお店あるんだよね。はい、でその一つがさっきの利休だったんだけど、はい、こんなところにパフェ見つけて、もちろんもう俺帰ろうとしてたんだけど、もう私はこれ、あ、すごいすごい嗅覚だね。そうだよ、できるよ。食べるんですか。はい、食べます。すごい食欲ですね。はい、来ました、桃パフェです。桃パフェめっちゃ美味しそうだよ。めっちゃでかい。これ桃こぼれ落ちそうな気がするんだけど、大丈夫かな。だからちょっと置いて気をつけて食べてください。いや、もう本当に落ちそうだよ。どうしよう。はい、1人一桃脂肪。はい、3秒ルールで食べました。うん、あ、やっぱりフルーツパーラーはなんかフルーツが本当に美味しいね。なんかここのソフトクリームめちゃめちゃ美味しそうだよね。うまそう。うん、さっきあれだけ牛タン腹いっぱい食べて、まだパフェを食べてる。別腹。そっか、レナの中におじさんとおばさんがいて牛タンを食べたのはおじさんで、今食べてるのはおばさんだもんね。そうそうそう。あれ、スプーン2個もらってくれた？No。 あの、おしぼりは2つもらってあげたよ。スプーンは1個。皆さん信じられる？おしぼり2個、1個しかもらってないよ、この女。強欲だね。だから私は好きなタイミングで好きな量をタカにあげる。どうぞ。はい、
うまい、うまいけど自分のタイミングで食べたいな赤ちゃんじゃねえんだからさそれロマンチックと言いますよ全く黙々と食べております。無言で爆走中です。 ここまでしか食べないよ私。えここなんで、この下はゼリーが来るから。レナ社長、うん、カフェは基本的にここから上が一番うまいの。ここが一番うまい。だからそれは私は食べる。あ、じゃあ下はあげる。ああ、そういうことですか。あの、タカがゼリーが一番好きだから。俺ゼリー好きでしょ。好きだからゼリーあげる。でも本当に桃の部分うまかったね、上の。うん、いや、このグラノーラとソフトクリームが一番おいしいと思う。で、しかもね、これ紅茶も入ってる。紅茶ゼリー、さっぱりしておいしい。これね、ごちそうさまでした。食べきりましたね、はい、私のお腹に入ってるおじさんも幸せだし、ね、おばさんも幸せです。最後のお腹におじさんとおばさん2人が幸せになりましたね、はい、よかったね。ここも笑顔です。ということでこの動画はここで終わりにします。皆さんは牛タンお好きですか？好きな人はぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。